はいどうも皆さんこんにちは。クラからチャンネルのけいすけです。今回はバネトラップ強化されましたよね。バルキリーが最大で2体まで飛ぶことができます。えー、なのでですね、今回はですね、バルキリー、なかなかバネトラップに引っかかりにくいんですけれども、その理由を動画にいたしました。まずは見ていきましょう。オグライダー3体投入していきます。 で、ホーグライダーはこんな風にですね、はい、最大15枠まで飛ぶことができるんですけども、えっと、今回は2体までしか飛びませんでした。これは壊れるタイミングのタゲ取りの時間の関係で、え2体までしか飛ばないっていうこと結構あります。そしてえ、今回はですね、ジャイアント3体投入していきました。ジャイアントは射程距離が長いですし、あとはですね、えっと、こんな風に移動速度も遅いので、結構施設の外から攻撃するっていうことがあるので、えこんな風にバネトラップに引っかかりやすいです。そして、バルキリー1体、ここでですね、投入していきます。 銀山の間にバネトラップあるんですけれども、えっと、バルキリーはですね、移動速度が速いです。さらにですね、射程の関係で、施設の範囲内に入って攻撃をします。なので、これによって、バルキリーがバネトラップに引っかかりにくいっていうのがわかるかなと思います。なので、あの、バルキリーをですね、バネトラップに引っかからせるにはですね、やっぱり、あの、最初のバルキリーで、バネトラップ起動させて、そして、後続のあの、バルキリーをですね、飛ばすっていうのがですね、必要になってきます。はい、まずはですね、2体投入していきます。 2体投入していくと、まずはですね、戦闘のバルキリーが、えっと、バネトラップを起動させて、そして高速のバルキリーが飛んでいきました。続いて4体投入していきます。4体投入していくと、こんな風にですね、はい、2体飛ばすことができました。続いて6体入れてみます。さて、2体飛ぶかどうか見てみましょう。はい、1体しか今回は飛ばなかったんですよね。 えなのでですね、やっぱり、あのー、バルキリーを投入するタイミングとかによってですね、あの、1体しか飛ばないっていうことがありますので、やっぱりバルキリーはですね、バネトラップに引っかかりにくいのがわかるかなと思います。ホグライダーも移動速度、バルキリーと同じ24なんですけれどもえ、こんな風にですね、射程の関係でバルキリーの方が飛びにくいっていうのがわかりますね。で続いては、タウンホールと弊社の間にバネトラップを6個設置してみました。そしてですね、12体最大まで飛ぶことができるんですけれども、えっと、12体投入したところ、4体までしか飛びませんでした。 クラロはでもこれぐらい足が速かったらですね、バルキリーいいのになーって思うんですよね。えー、なぜだかですね、クラクラの時だけやる気を見せてくださいます。おそらくですね、学生時代は合唱コンクールの時だけ、やたらとやる気を出す女子のタイプだったと思います。自分の苦手なタイプですね。えー、そしたらですね、えー、続いてはバネトラップですね。じゃあそんなにすごくねえんじゃねえかなと皆様思ったと思うので、えーと、今回ですね、エバーバリアンですね、バネトラップ6個設置された通路を通してみました。 最大で108体飛ぶんですけども、108体ぐらい飛んでいくのかちょっと見ていきましょう。はい、ババがですね、どんどん飛んでいきます。ババ花火でございます。ババがゴミのようですね。はい、こんな風にですね、たくさん飛んできました。ちょっとですね、108体飛んだかどうかはわからないんですけども、なかなかですねえ、たくさん飛びましたよね。え、なのでですね、えー、っと、こんな風にですね、移動速度の遅いユニットに対しては、あの、バニトラップ結構効果を発揮するんじゃないのかなと思います。そして、楽しかったので、もう一回やってみました。今回は3点出しですね。 三点出しを行いまして、こんな風にですね、馬場が HP の高いタウンホールもあっという間に壊していきます。で、そして、あの、バネトラップ引っかかるんですけれども、あれちょっと待ってよ。え、大工がですね、壊れたタウンホールに避難していきました。え、で、そっからですね、あっという間に消えていきました。え、なんか、え、なんだ、異次元に迷い込んだのかなえ、なんだろうこれ。え、ちょっと、あの、予想外の映像が撮れたので、え、ちょっとですね、馬場の解説、えっと、忘れてしまいましたが、え、今回は、あの、バネトラップについてお送りしていきました。 それでは次の動画でお会いいたしましょうバイバイ